はい皆さんこんにちは伊賀屋の寺沢です今日は伊賀屋の定休日と営業時間についてちょっと解説をさせていただきます伊賀屋の定休日は基本的に月曜日を定休日とさせていただいておりますそして今年から1ヶ月に1回だけ 連休を取らさせていただくことになりました。月かですね。はい。これが基本なんですけれども、例えばゴールデンウィークとか月曜が祝日の場合がございますね。そういう場合は月曜は営業させていただいて、連休が明けた1日だけお休みを振り返ていただくことになります。 まあ、サービス業なんで、祝日はやっぱり休むわけにいかないと言いますか、古い考えなんで、祝日は営業をさせていただいて、世間一般的にお休みが終わった後に、私どもは一日だけお休みをいただくことにさせていただきます。まあ、そんなこと言っててもちょっとわかりづらいんで、こういった表をお見せしながら、例を挙げさせていただきますね。はい、こちらが、 4月、今月の営業日カレンダーになります。それでですね、ほんと偶然なんですけれども、今年の4月が月曜日に祝日がないので、ほんとこちらのカレンダーが基本的な伊賀屋の定休日を説明するにちょうどいいカレンダーとなっております。このように月曜日に祝日がないので、全部月曜日が休みですね。そして今年からは 月に一回だけ連休をいただいております。そしてこの連休がですね、第三火曜日とか決めてないです。と言いますのは、第三火曜日とかに決めてしまうと、例えば、ここが連休で、ここが祝日、ここが祝日の場合があったとします。その場合、ここが振り替えで、伊賀屋は休みになります。第三の場合ですね。ですので、 臨機応援と言ってしまえばそれまでなんですけれども、まあその辺は決めずに、2ヶ月ぐらい前に、伊賀屋のスタッフで決めて、ここを休みにしよう、ここを休みにしようということは決めて、各 SNS などで報告をさせていただきます。あ、もちろん、伊賀屋のホームページでも営業日カレンダーは載っておりますので、よろしくお願いいたしますと。はい。ということで、 今月4月の営業日カレンダーはこのようになっております。よろしくお願いいたします。そして特殊な月がございます。例えばゴールデンウィークだったりとかお盆だったりとか年末年始ですね。5月、8月、12月、1月はちょっと特殊な休み方になりますのでそちらも例を挙げてこれから説明をさせていただきます。はい。 まずは5月ゴールデンウィークですね。このように5月2345まで祝日赤い日になってますね。この場合は伊賀屋は営業をいたします。そして祝日赤い日が明けた1日だけ振り替えで伊賀屋はお休みをいただきます。で、基本的に月曜は休みですね。 そして月1回だけの連休日なんですが5月はこの日とさせていただきました。18日ですね。はい。続いては8月ですね。夏休みやお盆の休みが絡みます。休みの例を説明させていただきます。基本的には月曜日は休みですね。そしてここはなぜ休みかと言いますと 日曜日の山の日が祝日なので、月曜日が振り返休日になってますね。赤い日になってます。ですので、こちらは営業しますね。そして、連休が明けた1日だけ、伊賀屋はお休みをいただきますという感じですね。はい。そして続いて、こちらの16日ですね。赤くないじゃないかと。祝日じゃないのになんで営業するのと言いますと、 お盆だからですね。はい。16日ってまだお盆な感覚なので、私古い人間なんで、伊賀屋は16日は営業をさせていただきます。そして、明けたこの日をお休みとさせていただきますと。そして、月1回の連休は、この日ではなくて、この日とさせていただいております。 はい。そして、今度は年末年始ですね。こちらは今年の12月のカレンダーなんですけれども、偶然ですね、今年の12月はクリスマスとかが絡みませんので、月曜日は普通にお休みとさせていただきます。と言いますのは、例えば、月曜日が23日だったりするとしますね。そうしますと、23日ということは、 クリスマスイブの前日でございます。クリスマスイブの前日ということは、クリスマスのためにプレゼントをお求めになるお客様がおられると思われます。ですので、月曜日が23日とかの場合は、伊賀屋は営業をいたします。そういったちょっと変則的な 意外の感覚だけで決めてしまうところがありますのでその都度のチェックをおすすめをさせていただくんですが今年はクリスマスの絡みが月曜日いないのでそのままお休みになってますねはいそして普通に月1回の連休は火曜日こちらとさせていただきますはいで月1回って言ってるのに何これって思われるかもしれないですけれども年末年始はまた特別で 30、31、正月1日は3連休をいただくことにさせていただいております。この辺が年末年始の特殊な説明なんですけれども、まずクリスマスが絡むか、今年はクリスマスが絡まないので、普通にお休みをいただいて、年末年始は30、31、1日は休みとさせていただきます。はい。そして、年が明けて年始、 1> 1月ですねこのように30311日がお休みですねそして1月2日は毎年恒例新春初売りで朝いつもの開店よりは早くオープンをさせていただきます初売りですね多分朝8時とかだと思います変わっていなければですねはいそして3日は祝日ではないですけれどもお正月なのでガーッと営業させていただきますね もうこの辺も同じで祝日ではありませんけれどもサービス業としてはこの辺はずっと営業させていただきますそしてまあ6日ぐらいならいいんじゃないかなという感じで6日はポツンとお休みをいただきます本当はこの日なのですけれども振り替えでこの日を1日休みですねそしてこちらは祝日ですので明けの日がお休みとで月1日 一回の連休はこの日とさせていただきます。で、あとは普通に月曜休みですね。はい。このようにですね、基本は月曜日が休みで月に一回だけ連休があるという感じなんですけれども、大型連休、ゴールデンウィークがある5月とか、お盆のような休みのある8月とか、年末年始は特殊になって でおりますはい。次に営業時間についてなんですが通常は10時から18時半、6時半までとさせていただきますそして同日祝日は10時から18時、6時までとさせていただきます感覚的にはですねわかりやすく言いますと通常の平日は10時から6時半まで そして、定休日の前日は、だいたい土日祝日になりますので、そういった日は、10時から6時までという感じでございます。と言いますのが、伊賀屋にとっては、休みの前日が花金とかそういう日に当たるんですね。はい。そういった日は <laughs>、6時までみたいな感じに気に留めていただけましたら幸いでございますと。はい。 簡単に説明をさせていただきましたけれども、ちょっと不規則なんで、難しいと思います。基本的には月曜休みで月1回連休があるという感じなんですけれども、先ほどのようにゴールデンウィーク、大型連休ですね。とか、8月のお盆とか、まあ9月もあるかもしれませんね。えー、シルバーウィークとか、あと年末年始、30、31、1日が休みと。そこからの絡みで、 正月は営業させていただいて、明け日が休みと。<laughs> ちょっとややこしいんで、一番確実なのは、伊賀屋のホームページに載っております営業日カレンダーとか、各 SNS ですね。Facebook、Twitter、Instagram と。あと、伊賀屋のブログもあるんですけれども、それぞれに月が変わってから営業日カレンダーを アップさせていただいておりますので、皆様の都合の良い確認方法で、その都度確認をしていただけましたら幸いでございます。私ども、伊賀屋も、お客様も、一番、ちょっと避けていただきたくなるような、申し訳なく思ってしまうのが、例えば、ここ、長野県、飯田市街ですね。長野県でも他の市からとか、 長野県外から遠方からですね、せっかく来ていただいたのに、伊賀屋が休んでいるということは本当避けたいところですので、もし遠方から来られる予定の方おられましたら、ぜひですね、営業日のチェックをしていただけましたら幸いでございます。はい。ということで、今回は営業日の説明と営業時間の説明をさせていただきました。 それでは今日はこの辺で。さよなら。